日本プロサッカーリーグは日本のプロサッカーリーグ。略称は J リーグ。主催団体は公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ。主幹団体は J リーグに加盟する各クラブ。加盟するには参加カテゴリーに対応した単年のみ、有効のクラブライセンスが必要である。1993年20クラブで開始し、 1998年までは一部のみの J リーグとして最大で18クラブによって開催された。1999年から J リーグディビジョン1と J リーグディビジョン2の2部制に移行。2014年に J3 リーグが創設され3部制に移行した。J3 リーグは日本サッカーのリーグ構成上、アマチュア最高峰の日本フットボールリーグと同格と位置づけられており、 J1、J2 と J3 とではリーグエンブレムや参加要件等様々な点で差別化されている。2021年シーズン開始時点で日本国内の40都道府県に本拠地を置く57クラブが参入、また JFL などのカテゴリーに属する J リーグ100年構想クラブが11クラブ認定されている。リーグ構成については日本サッカーのリーグ構成を参照。 J1 リーグの年間最終順位上位原則3クラブは同年度の天皇杯 JF 全日本サッカー選手権大会優勝クラブと共に翌年度の AFC チャンピオンズリーグ出場権を与えられるアジアの大会における日本のサッカークラブも参照アルファベットの J をかたどった公式ロゴマークは設立当時白報道に在籍していたオール J リーグでは 次の三つの理念を掲げている。また次の内容の活動方針を掲げている。フェアで魅力的な試合の開催スタジアム環境の確立地域交流の推進フットサルの普及サッカー以外のスポーツの推進障害者スポーツの推進。この活動方針は J リーグの三つの理念を実現するための方法とみなせる。J リーグでは方針として クラブ名称を地域名称愛称としており、発足当初から運営母体となった企業名等の名称は原則排除している。ただし、リーグ開幕前に行われた 1992J リーグ山崎ナビスコカップ並びに開幕当初の一部報道では、クラブ名称表記について、読売、ベルリ、三菱浦和レッドダイヤモンズ、パナソニックガンバ大阪、 日産 FC 横浜マリノスといった運営母体の企業名を含めた表記を行っていた事例もある。日本におけるサッカー競技はアマチュア主体の全国リーグである日本サッカーリーグが1965年に創設され、1968年の日本代表のメキシコ五輪同メダル獲得もあり、一時的に人気を得たが、その後の日本代表の成績不振もあり、 長らく観客動員は低迷した。1980年代にプロ化を視野に入れた読売クラブ日産自動車は観客を集めたものの、総じて日本リーグの人気は停滞し、マスメディアにも大きく扱われるほどの存在ではなかった。JSL や日本サッカー協会ではそのような状況を打破しようと、1982年からリーグ主導の試合開催から、 各チームが試合を主催する自主運営に移行したり、1984年には、鎌本国重家の後ろ向きのエドポスター、格闘技宣言。1985年には、アカシアさんまの上半身裸のポスターを制作するなど、人気回復に向け模索を続けていたが、うまくいかなかった。日本サッカーのプロ化としては、1968年に日本代表がメキシコ五輪で、 銅メダルを獲得した後、当時の日本集球協会会長、野津健が将来のプロ化導入を目指して、読売新聞社社主の勝利木松太郎に、プロサッカーチームの創設を依頼したり、1977年にドイツブンデスリーガで日本人初のプロサッカー選手となった奥寺康彦が、1986年に帰国し、小賀電工に復帰する際、 森健二が導入したスペシャルライセンスプレイヤー制度により奥寺木村和氏をはじめ翌年からは JSL の多くの選手がプロになっていた。また 1986FIFA ワールドカップアジア予選でワールドカップ出場まであと一歩まで迫りながら韓国代表に敗れ出場を逃した日本代表の 森浩二日本代表監督が、韓国に追いつくには日本にもプロを作るしかないと訴え、長沼県サッカー協会専務理事に自身のプロコーチとしての契約を要求したが拒否され、辞任したことがあった。1980年代後半は、プロとアマチュアの選手が混在し、サッカー協会はプロ選手を認めているのにもかかわらず、リーグはアマチュア、 日本代表の試合もアマチュア基準に合わせるという、いびつな状態が続いた。このような流れを受け、翌1988年3月に、JSL 総務主事、森健次、JSL 事務局長、木本京さんを中心として設置した、JSL 第一次活性会委員会が、実質的な J リーグのスタートとみられる。J リーグ公式サイトの、J リーグの歴史、 J リーグ XJF 公式サイトのサッカーで振り返る平成史でもこの1988年3月 JSL 活性会委員会設置をその始まりに置いている。サッカー批評は JSL 第一次活性会委員会を実質的なプロ化検討委員会の創設と評している。JSL 第一次活性会委員会は 6回目の1988年7月21日に森が現状改革を進めながらトップリーグを商業ベースによる事業化を施行したスペシャルリーグにすることを検討するという結論を出し最終報告書をまとめて日本サッカー協会の理事会に提出した1988年8月に森の公認として川淵三郎が JSL 総務主事となり 同年10月に川淵が JSL 第二次活性化委員会を設置。サッカー協会内部では JSL の活性化では意見が一致し、長沼県や岡野俊一郎ら幹部の中には本音ではリーグをプロ化したいと考える者も,もいたが、ペレのいた北米リーグが失敗した例もあり、まだまだリーグのプロ化に対しては親会社から出向してきた当時の一部リーグに所属する。 実業団チーム出身の役員たちを中心に、プロ化は、時期尚早や、プロ野球の球団ですら、赤字経営なのに、サッカーではまともに採算が取れるわけがないなどの意見が、JSL 評議委員会で大勢を占めた。実業団チームのほとんどは、サッカーを福利構成の一環と考え、プロという言葉に反発を感じる人は少なくなかった。川淵は、活性会委員会の議論を、 JSL ではなく、日本サッカー協会に移さなければ何も始まらないと判断し、翌1989年6月に JSL 第2次活性会委員会を解散させ、日本サッカー協会の副会長になっていた長沼県に要請し、JF 内にプロリーグ検討委員会が設置された。保守的な日本サッカー協会理事会の承認を得るために、検討という文字がついていたが、 実際には関係者の間では、すでにプロリーグの発足は規定の方針として固まっていた。やりようによっては、プロリーグができるという段階まで来たのはこのプロリーグ検討委員会が設置された時である。プロリーグ構想は具現化され、1991年7月1日、新プロリーグの正式名称を日本プロサッカーリーグとし、愛称を J リーグとすることを発表。 日本初のプロサッカーリーグの日本プロサッカーリーグが発足した。J リーグという故障は、白宝堂が提出した複数の案の中から川口が気に入り採用に至ったもの。白宝堂は、鎌本のポスターから JSL と接点を持っていたが、当時は会社のビジネスではなく、個人のネットワークを活かした手伝い程度のもので、電通がペレの引退工業をはじめ、 サッカー協会に深く入り込んでいて入る余地はなかった。しかしプロサッカーリーグに関しては、電通は実現性が乏しいと判断していたと言われる。J リーグを白報道が手掛けることになったのは長沼、副会長からのリンクと言われる。1986年6月のメキシコワールドカップ開催中の会見で、FIFA フフの第7代会長、ジョアン・アベランジェから、 1998年か2002年をアジアでの FIFA フフワールドカップ最初の開催地として日本が念頭にあるような示唆を得て1989年11月正式に FIFA フフに 2002FIFA フフワールドカップ日本開催の意思を伝える日本がワールドカップを開催するにふさわしい国であることを証明するためにも FIFA フフの要求を満たすスタジアムの建設などのほか 日本代表のワールドカップ初出場を念頭に置いた強化とそれに伴うプロリーグ創設、成功が不可欠となった。ワールドカップはオリンピックとは違い、全国展開のため、拠点拠点に FIFA フフの要求を満たすスタジアムを作らねばならず、ワールドカップの招致とプロリーグ創設を結びつけた。サッカー協会内の慎重論から川淵らを後押しした長沼は、 プロリーグの成功とワールドカップ誘致は車の車輪であると認識した。同時並行で推進しなければ片方がつまずけば両方転ぶ。幸いバブル経済の余韻が残っていた時期に J リーグのスタートが間に合ったと述べている。また、あれほど弱かった日本代表が J リーグ開始前に突然強くなったことも J リーグ人気を後押しした。J リーグが創設されると川が J リーグジェアマンとして、日本代表の協会委員長として、マスメディアに盛んに露出し脚光を浴びたため、J リーグは川淵が作ったかのようにイメージがついた。プロリーグの創設は、日本のサッカーを盛んにしたい、強くしたいという多くの人たちの長年の仕事の積み上げにより作られたものではあるが、最後の一歩は、川淵のバイタリティ、強引さが大きな原動力になったことも事実ではある。 しかし、森健二と木本京さんは、不毛状態が続いた、日本サッカーリーグ時代から長きにわたりプロ化を考え、その運営に携わっていて、川淵は日本サッカーに絶望し、一時サッカー界から離れていた時期があり、後から入ってきた川淵に手柄を取られたようで、面白くなかった。川淵は、最初にプロリーグの話を聞いた時も、バカじゃないかと思ったと話しており、 森の公認で JSL 総務主事に抜擢された際も、木の本からプロ化する気持ちがないなら来ないでと言われたほどで、木の本は川淵さんの JSL 総務主事就任前に、プロ化の道筋はすでに出来上がっていた森はプロ化の道筋をつけてから川淵さんにバトンタッチしたと述べている。特に木の本にとって川淵は小賀電工でのかつての上司でもあり、 当初の関係は悪くはなかったが、2002FIFA ワールドカップ後、読売新聞に、直チェアマン候補として、木本の,の名前が出ると、急に、木本と川淵の関係が悪くなった。川淵の公認チェアマンには、鈴木正が就任したが、木本は、公平な立場でなければならないチェアマンに、クラブ出身の社長は、まだ早いと反対したら、鈴木と川淵から、J リーグ戦無理事、 JF 常任理事と J リーグ映像ほか J リーグ関連の子会社の社長を解雇され J リーグ及び JF から追い出された森、木の本の二人と川淵の間に確執が生まれこの恨みからか日韓現代などのマスメディアで川淵を批判した1992年には前哨戦として山崎ナビスコをスポンサーとし第1回の J リーグ山崎ナビスコカップが開催された J リーグ加盟の要件には、スタジアム、経営状況、チーム運営状況などの項目が定められている。チーム運営については、実際に J リーグの試合に参加するチームそのもののみならず、育成組織によるクラブユースチームの運営義務なども規定されている。2013年シーズンより、J リーグクラブライセンス制度が発足し、J リーグへの加盟可否、 加盟可能なディビジョンについての判断を行う制度が更新された。また2006年から J リーグ加盟の基準を満たしているか近い将来、満たせそうと判断されたクラブを J リーグ準加盟と認定することを定め、J3 発足後の2014年以降は変わって J リーグ100年構想クラブと呼称するものとしている。クラブのカテゴリーは2021年シーズン。 ホームスタジアムについては2021年シーズン各チームのホーム開幕節で使用したスタジアムを各チームのホーム開幕節時点での表記で記す。複数の資料で記述にブレがあるものについては J リーグ公式サイトのクラブガイドの記述に基づきスタジアム名称は命名権によるものとした。ホームスタジアムは100年構想クラブ承認時及び2020年の J3 入会審査時の J リーグの公式リリースに基づく。1998年に J1 参入決定戦を実施。1999年からは J1J2 の二部制営の移行に伴い入れ替え制度を導入した。2021年2月20日現在 J リーグでは各クラブが不正行為や選手、観客のトラブルなどがあった場合に以下の順で制裁処置を取る場合がある。 制裁措置については、J リーグ規約第141条から第143条に定めがあり、最低委員会もしくは関連する専門委員会の調査結果を踏まえて、チェアマンが最終的な制裁措置の判断を下すとされている。制裁措置はクラブ、及びクラブに所属する個人に対して行われ、以下のような段階が設けられている。中立地開催、無観客試合、没収試合、 強制降格は2014年から設けられた。リーグ戦は基本的に試合は毎週土曜日または日曜日に開催している。スケジュールの都合で週2試合とする必要がある場合には水曜日に試合を行うことがあるほか祝日の配列の関係で変則的な試合間隔となるケースもある。土曜日、日曜日に開催される試合は基本的に デイマッチであるが、各節数試合は、テレビ中継に配慮する形で、ナイトマッチでも行われることがあるほか、下記の J1J2 の試合は原則として、ナイトマッチで開催される。また、祝祭日以外の平日に開催される試合は、原則として、ナイトマッチで開催されている。なお、最終節は、基本的に、全試合の開催日と試合開始時間を統一している。 2008年以降、日本代表の試合のある日は原則として、J リーグカップ及び J2 の試合は組まれない。また、試合予定が未定の分で、日本代表の試合が予定されている場合は土曜、日曜両方で開催できるように対応している。試合日程については、おおむね1月中旬に、各クラブのホームゲーム開幕節の試合日程、対戦組み合わせ、 試合会場のみを先行で発表し、1月末もしくは2月上旬に、残り全試合の詳細な、試合日程、組み合わせ、試合会場、並びに前半戦の試合開始時間を、6月下旬、または7月初めに後半戦の試合開始時間について発表される。その他、同一都道府県、市区町村を本拠地とするクラブが複数ある場合は、 極力同じ節にホームゲームを開催しないように日程を調整している。ただし、初期の頃は横浜市の2チームが同じ日にホームゲームをしたことがあった。2011年にも J1 の埼玉と大阪、J2 の東京と、さらに J1、J2 それぞれにクラブずつの神奈川県の2チームが同じ節にホームゲームをする場合があるが、この時でもやむを得ない場合を除き原則として、どちらかが 土曜日、もう一方は日曜日の開催とするように配慮されている。なお、2012年から2016年まで J1 と J2 の開催日が分けられていたこと、およびキックオフ時間がずらされていたが、これは当時 J リーグ中継を担当していたスカバーのチャンネル数や放送時間の制約によるものであったことが、2016年の J リーグとダゾーンの契約記者会見の際に、 明らかにされており、現在は土曜か日曜のどちらを開催日にするかは、クラブ側に委ねられているという。2010年8月8日、J1 及び J2 のリーグ戦における通算のべ入場者数が1億人に到達した。なお、カップ戦やオールスターゲームなどの公式試合を含めた通算のべ入場者は、2009年3月に1億人を突破している。なお、 イギリスのサッカー専門誌、ワールドサッカーが2009年8月号で掲載した統計によると世界各国のサッカーリーグで平均入場者数が最も多いのはブンデスリーガの38,975人であり、J1 リーグは19,278人で第6位に位置している。1993年から1996年まではミズノが 全クラブのユニフォームサプライヤーを一括して受け持っていた。ただ、その契約はリーグ戦のみの契約だったので、天皇派や J リーグカップなどのカップ戦では各クラブが個別にユニフォームメーカー等と契約してカップ専用のユニフォームを着用していた。しかし、1997年にはこれまでのミズノに加えてアンブロ、アディダス、 フーマが新たなユニフォームサプライヤーとして加わり、1998年からは、事前に J リーグとユニフォームサプライヤー契約を結んでいるユニフォームメーカーなどに限って、各クラブがユニフォームメーカーなどの各社と個別の契約を締結することができるようになった。サードユニフォームは横浜 FM と名古屋が J リーグでは2001年になって初めて採用したが、 現在ではその年の ACL に参戦をするクラブを中心に数クラブが導入している。また、J リーグ事務局長の事前承認があれば、ユニフォーム使用計画に定めるユニフォームとは異なる、ユニフォームを着用することができる。なお、J リーグ年間王者のクラブは、金色の J リーグロゴマークをチャンピオンマークとして、翌シーズン、 ユニフォームの袖に J リーグのロゴに変えて付けることができる。国内公式戦ではユニフォームの全面胸部と背番号上部、左袖、トランクスにそれぞれスポンサー広告を付けることが認められている。2016年からは背番号下部、2018年からは全面鎖骨部に関してもスポンサーを付けることが認められたが、これ以前にも FC 東京とガンバ大阪が 背番ン号株のところに広告を入れた事例がある。視認性の確保を目的として、2021年シーズンからユニフォームに用いる背番号、選手名表記のフォント及び配色を J リーグ全体で統一された。統一フォントは、カールスバーグのビジュアルデザインなどを手掛けた、デンマークのコントラプンクト社が制作したオリジナルフォントの J リーグキックで、フォントで使用可能な色も白、青、 赤、黒、木の5色に指定された。1993年から1996年までは、試合ごとにつける番号が違う変動背番号制で、あったが、1997年からは、シーズン開幕前やクラブ加入時点で決定される固定背番号制へと変更された。また、2004年には、欠番の解禁など規約が一部改定されたことで、特定の番号を、 クラブ公式にサポーターズナンバーとし決番とするクラブが出てきた。2018年5月30日、J リーグの理事会が開催され、シーズン途中の背番号変更が可能となり、同日から適用となった。初適用者は当時ビッセル神戸の三宅駅で8から7に変更となった。2019年シーズン現在の主な規約内容は以下の通り。なお、 変動背番号制であった1996年には、神大阪の近藤工事が、GK の番号である1以外の2から11までの背番号を付けたことがある。固定背番号導入当初、天皇杯では、J リーグへの届け出とは別に背番号を登録したため、リーグ戦と異なる背番号を着用した例がある。J リーグの試合では、J リーグの公式ロゴマークが入っている。 J リーグ公認の試合玉が使用されている。なお、1993年の開幕戦で、ヘニーマイヤーが決めた、J リーグ第1号ゴールの試合玉は、J リーグ事務局のチェアマン室に、ガラスケースに入れて保存されている。製造はすべてアディダス、提供はすべてモルテン。日本サッカー協会に登録された一級審判員の中から、推薦、決定され J リーグ担当審判員となる。 2019年シーズンの場合、主審担当者が59名、副審担当者が100名。この中には、日本サッカー協会の認定した、プロフェッショナルレフェリーがおり、審判員としての報酬のみで成形を立てている。2020年シーズンから J1 全試合において、ビデオアシスタントレフェリーが導入されることが決まっていた。ものの、新型コロナウイルスの影響により実施が見送られた。 毎試合、J リーグの試合会場には、J リーグフラッグと対戦する両クラブのフラッグが掲げられる。フラッグのデザインは、ジクラブのクラブカラーを基調とし、ジクラブのロゴタイプやエンブレムが入っていることが一般的である。また、J リーグ機の横や下などに、FIFA のフェアプレイフラッグが掲げられている場合があるほか、選手が入場する際には必ず、スターティングメンバーのサインが入った。 J リーグのフェアプレイフラッグを先頭にしてピッチへ入場する。なお、リーグ戦で使用される J リーグフラッグは2種類あり、通常の試合会場では主に無地のフラッグが使われている。背景は白を基調とした無地の柄で中央部に J リーグの公式ロゴマークが入ったタイプ。背景は左側から黒で縁取られた緑、白、 赤を基調としたイタリア国旗風の柄で中央部に J リーグの公式ロゴマークが入ったタイプ。特に規約では規定されていないものの、リーグ戦では選手入場時にアンセムが流れる。1993年の J リーグ開幕時、J リーグ公式テーマソング、ジェーズテーマをギタリストの春畑道也が制作し、開幕のオープニングセレモニーで演奏した。 J リーグに関するイベントやスタジアムなどで使用されている。また、J リーグの公式アンセム、ザグローリーも存在し、一部のクラブでアンセムとして使用しているが、多くのクラブがクラブオリジナルのアンセムを作成し、入場時に流している。ルヴァンカップは専用のアンセムを使用する。J リーグに所属するクラブはアカデミーを持つことを義務付けている。アカデミーは JF に、 世代別のチームとして登録され、J リーグの主催する各大会や JF 主催大会などに出場する。J リーグの公式スポンサーは、J1 の試合会場で広告看板を掲示できるほか、新聞や雑誌、放送媒体の広告で、J リーグのロゴマークとともに、ハジェリーグのパートナーです。あるいは、ハジェリーグを応援していますのクレジットを掲載できる。また、 各所属クラスに関係なく、試合前後の時間や、ハーフタイム中に試合会場の電光掲示板や、場内放送で企業名を読み上げられる。2011年度までの協賛カテゴリーは、オフィシャルスポンサーと、それ以外のスポンサーとに区分されていたが、2012年度から原則として、パートナーに故障を統一させており、スポンサーサプライヤーのカテゴリーをより分かりやすく、細分化している。 J リーグは2021年4月6日に行われた実行委員会後の記者会見でリーグの将来像を議論するリプランニング推進チームを2021年4月1日付で創設したことを明らかにした。専務理事の木村正明が中心となって推進するもので以下の項目について実現可能性の模索前提となる研究分析を検討していくことが示されている。 このうちリーグ構造の見直しに関しては2014年の時点で J1、J2、J3 の合計クラブ数の上限を60と設定していることを明らかにし J3 クラブが20クラブに達した時点で以降の形をどのようにするかを検討する内容で2021年9月末までに結論を出す意向であることを明らかにしており一部メディアが報じた J1 リーグより 上位に位置するプレミアリーグを設置する構想については意見としてはあるものの一切議題には入っていないと否定している。ありがとうございます。